ハインケルヘスレイ11ハインケルヘスレイ11は第二次世界大戦時にハインケルヒルトが開発した先進的なジェットエンジンである。圧縮機として三段式の軸流式圧縮機と延伸式圧縮機に似たダイアゴナル圧縮機を搭載することにより空気をより円滑に導くようになっているのが特徴である。完成が戦争終結に間に合わず対戦末期に ヘスレ h 1の搭載を前提として設計されていた航空機も実用化に至らなかった。1936年、ユンカースはワグナーと軸流式圧縮機を設計したミューラーの監督のもと、ジェットエンジンの開発を始めた。1940年に試作機が作られたが、外部からの圧縮空気の供給が必要で、自立運転できなかった。 ハンス・アドルフ・マウーフは航空省に支援を求め、その結果すべての開発作業をユンガースに買収された、ユモに移管することが計画された。ミューラーとユンガースのチームは1937年にジェットエンジンの開発を始めたハンス・フォン・ウォハインのために研究室を用意していたエルンスト・ハインケルに受け入れられた。二つのチームが並行して開発を進めることになり、 オハインは、ハインケルヘス8、ユンカースのチームは、ハインケルヘス30を開発していた。しかし、BMW003、ユンカース U も004は、早い時期に、同水準の出力に達し、同時期にはすでに量産体制に入っていたため、ハインケルの計画は両方とも中止された。シェルプは、彼が設計した、ダイアゴナル圧縮機を搭載した私的な計画を、立ち上げた。 ヘスレ H1 の試作機は1944年に完成し、HE111 爆撃機に検査されて試験が行われた。しかし、戦争集結により量産されることはなく、わずか19機が作られたに過ぎなかった。そのうち1台が MEP1101 に搭載され、戦後、アメリカでベル X-5 に搭載された。ありがとうございます。